言葉は朝から晩まで一日中使える便利な言葉ですから、必ず覚えましょう。你好、你好、発音をしっかり聞いて、口の動き方もしっかり見て真似してみましょう。你好、你好、返事は好、もしくは你好と答えます。また、你好は台湾語で你好と発音します。使い方や漢字は同じですが、発音が少し違います。你好、你好、もちろん你好と言っても通じますね。你好の場合は返事は好と返します。この場合の返事は你好とあんまり言いません。ちなみに最近の台湾の若者の間では、はい、ハローといった英語の挨拶がよく使われます。漢字ではこのように書きます。SNS やメールでもよく使われます。友達同士で使ってくださいね。では最後に、今日出てきた言葉の復習です。こんにちはは中国語で你好、你好、返事は好、好、もしくは你好。台湾語ではこんにちはは你好、你好、返事は好、好。友達との挨拶は、はい、ハローも使われます。皆さん覚えましたか？今回の講義はここまでです。このチャンネルが気に入ったらいいね、チャンネル登録もお願いしますね。それではまた次の講義に会いましょう。さようなら、再见。你好，你好，你好，大姐。塑胶袋と言います。塑胶袋は、リール
是英文的塑胶袋，塑胶袋。いらない場合は不要袋子，もしくは不要塑胶袋と言いましょうね。不要はいりませんという意味です。では、何々をくださいを台湾語でも言ってみましょう。まずは、何々をくださいは台湾語では、チャーホーはと言います。チャーホーは、チャーホーは。なので、これをくださいは、チャーホーは自然と言います。あれくださいは、チャーホーは綺麗と言います。次、何個欲しいか伝える場合は、個は台湾語ではと言います。なので1つ、2つ、3つは台湾語では3と言います。1つくださいはチャーホーは綺麗と言います。最後に、袋をくださいは台湾語で、袋はデア、もしくはロガと言うので、チャーホーはデア、もしくはチャーホーはロガと言います。また、ビニール袋をくださいは、チャーホーはソカデアと言います。ビニール袋はソカデアと言います。そっかでや、そっかでや。いらない場合は袋の前にバーアイを言ってくださいね。バーアイでや、バーアイでや。では復習です。请给我、请给我、请给我、请给我这个、请给我那个。一个、一个、两个、两个、三个、三个。袋子、袋子、塑胶袋、塑胶袋。不要、不要、不要袋子。家伙袜、家伙袜、家伙袜、家伙袜一个、家伙袜一个。一个、一个、两个、两个、三个、三个、鞋啊、鞋啊、六个、六个、塑胶鞋啊、塑胶鞋啊、无爱、无爱、无爱鞋啊。わかりましたか？横に来たら必ず違える表現なので、復習してしっかり覚えましょうね。それでは今回の講義はここまでです。いいね、チャンネル登録お願いします。それでは皆さん、さようなら。再见。私はこれが必要だから
欲しいからくださいと一旦要求を伝える感じです。かなり極端に言えば请给我一碗 NO と言わせる用事があり、我要は NO と言わせない感じです。かなり極端に言うので下にはこの通りではないですよ。我要ではなく请给我を使うべき場合は、例えばレストランなどでメニューをください、スプーンをください、お水をくださいと言うように、人に何かをお願いして取ってきてもらうときは请给我を使います。请给我菜单、请给我汤匙、请给我水。例えば请给我汤